ジオンの脅威。開戦より数ヶ月、ついに地球連邦軍は地球上に駐屯するジオン軍に対し大規模な反攻作戦を開始。このオデッサ作戦に参加するべく、ホワイトベースもサイドセブン以来、連邦軍の助けもほとんど得られないまま独力で戦ってきたホワイトベースだが、その補給部隊を率いていたのがマチルダ・アジャン・チューイであった。あなたのように戦ってくれなければ私たちもやられていたわ。ありがとう。あなたはエスパーかもしれない。そんなほのかな思いを育てるアムロだが、オデッサでは類まれな強敵と悲しい別れがアムロを待っていた。これがゲリラ屋の戦法というものよ。ザクか。違う、新型のモビルスーツだ。アム、迂闊に近づくな。これはしかしヒートロッドに耐えられるかな。やってやるぞ。新型がなんだ。ザクとは違うのだよ。ザクとはすごいパワーだ。おお、思いっきりのいいパイロットだな。手ごわい。しかしこちらとてまだまだ操縦系統がやられたわけではない。これがゲリラ屋の戦い方よ。ウルボリのハートか。見事だな。しかし小僧、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。聞いてくれたか。よし、オデッサ攻略に向かう。オデッサの防備を舐めてもらっては困る。木馬を叩くのだ。カイ、早く援護射撃をしてやってくれ。はいよ。撃つしかできねえけどな。援護なら任せてください。強行手段に出たのか。モビルスーツを全て出せ。さて、基地に突入しますか。よう、ハヤト、一人
カイさんだって一人でやってるんでしょ。できますよ。連邦軍め、しびれを切らしたな。この戦い、先に動いた方が負ける。冗談じゃないぜ。誰か来てくれ。俺だけじゃ。僕だってやればできるんだ。さすがだな。予定通りだな。敵機はキャッチできたか。当てにしてもらいたいな、マグメシネ。お手が、アシュ、行くぞ。全員中か。アムロお願い、間に合って。こんなところでホワイトベースを傷つけられてたまるものか。なんだ、マチルダさんが見えた。いけるぞ。もう一度ジェットストリーム、あった。しまった。お、俺を踏み台にした。アムロ、ハヤト、フルパワーだ。待って。作戦を考え直さねばならん。ひとまず撤退だ。アムロ、ジオンのモビルスーツは撤退したわ。作戦に戻って。ああ。ガイア、オルテガ、何をしている。早く連邦を撃退するんだ。わかっておるえい。言われずとも仇討ちはさせてもらう。戦法できるのか。なめるなよ。
とせばオデッサ作戦は成功するんだな。今回はこの一戦で終わりではないのだよ。考えてみろ。我々が送り届けた鉱物資源の量、ジオンはあと10年は戦える。このランバラル、たとえ捨てでも任務はやり遂げてみせる。僕はあの人に勝ちたい。時代が変わったようだな。坊やみたいなのがパイロットとはな。かっ、ランバラル、戦いの中で戦いを忘れた。見ておくがいい。戦いに敗れるということはこういうことだ。ホワイトベース隊の活躍もあり、オデッサ作戦は連邦軍の大勝利に終わる。この一戦を機にジオン軍はこの戦いでランバラル、そして黒い三連星をも撃破したアムロ、ニュータイプ、ジオン公国の僧ジオン大君が提唱した。だが当のアムロは救いたい人を救うこともできなかった。自身の無力さをかみしめている。マチルダ様、マチルダ様、マチルダ様、マチルダ様。